このセサミストリートの大ファンということで本日来ていただいておりますが、はい、どんなところが魅力なのかというのと、それから好きなキャラクターがいらっしゃいましたら教えてください。じゃあガンブレルヤさんから。ちょっととかあーとか禁止しましょうよ。好きな人発表するわけじゃないからさ、これ流れるんですか？恥ずかしい。ま、でもやっぱりこう魅力といったら、そのやっぱなんて言うんですかね、このおしゃれな世界観というか、もう見た目からなんかおしゃれじゃないですか。すごくその、なんて言うんですかね、こうよく高校生の時に高校中学高校の時にすごい流行って、やっぱりセサミストリートがで、その時にやっぱりこうキャラクターものを持ってるので、やっぱセサミを選んでる子ってやっぱりおしゃれ、めっちゃね、なんかめっちゃおしゃれ、こう格別っていうんですかね、これ逸脱というか、はい、格上みたいな感じの、格上はちょっとなんか言葉的に良くない、ちょっとなんかちょっと、いや、なんですかね、ちょっとね、賢い、憧れの、ね、憧れ子たちみたいな感じの、憧れの的みたいな感じの、あの人だったので、だからそういう、なんていうんですか、そういう世界観がもうすごい魅力だなって思いますし、あとやっぱ好きなキャラクターで言ったら、私あのグローバーが好きですね。青色のモフモフのキャラクターなんですけど、わかるでしょ、あの子はなんか、そのさっき中にもパネルに性格が書いてあったんですけど、なんかいろんなこう人を笑顔にすることが好きなんですって。でなんか挑戦する、それを子供たちに体を張って伝えるみたいなキャラクターなんですって。それがなんかこう自分たちにも重なるというか、私たちもよくあの番組であの崖を登ったり崖から飛び降りたりしてるんですけど、なので崖中心で、主な仕事内容が ね崖周りでやってるんですけど、やっぱそれで体を張ることによってこう挑戦する素晴らしさを伝えているつもりなので、だからなんかちょっとなんか似ているなというか、すごく共感ができるなと思ってすごい好きですね、グローバーは。すごい説得力が今ありました。本当そうですもんね。体張ってますもんね。もういつも本当にすごいなと思って拝見しております。ありがとうございます。ちょっとベタで申し訳ないんですけど、クッキーモンスターがもう本当に大好きで、あのクッキーの食べっぷり、あれはもう本当見てて気持ちがいいですし、やっぱ彼の影響で今でもこう食べっぷりのいい男性が好みというか、はい、モンスターから、はい、クッキーモンスターから、それで、そうです、もう影響もちっちゃい頃もうそこがすごく惚れたというか、そこに魅力を感じたことで今でもやっぱそういう男性が好きですね。クッキーモンスターから、はい、別にそほんま本当です意外な理由が分かったんですけど、あ、なるほど。でもあの食いっぷりはやっぱりあの、ま、なかなか真似できる男性はいない。真似できないですよね、うん、だから今でもこう YouTuber さんとかでももう目の前にいっぱい食べ物を並べて食べてる人とかをやっぱ選んで見ちゃいますね。その先駆けがやっぱクッキーモンスターからじゃないの、それは違います。フードファイターの方からじゃないですか。違います、クッキーモンスターからです。なんかもうそういう YouTuber の先駆けというか、クッキーモンスターがもう先にやってましたから、すごい食べるけど、そんな子供番組やから見たことある。やるけどすごいよ、食べるでしょ全部こぼれてる。いいんですか、それがまたワイルドで。クッキーモンスターは可愛いけど、じゃあ男性もいいんですか、ブワーって食べかすこぼすような。かっこいいじゃん、ワイルドじゃない。ワイルドじゃない。ワイルドじゃないですかね。スギちゃんさんみたいな。ワイルドじゃない。こんな前やめてください。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、ここで特別ゲストにご登場いただきたいと思います。それではどうぞ皆様拍手でお迎えください。特別あら嘘でしょ。いいですね。それでは改めてご紹介させていただきます。
ではセサミストリートの人気者エルモ、そしてクッキーモンスターです。かわいい、かわいい、かわいい。さあもういきなりハグが、いいなぁ。どうですか、だ熊本さん、エルモとハグした気持ちは。いや本当にそうですよ、いやなんかすごく同じぐらいのサイズ感で、はい、すごく可愛いなと。でかいよあなたの方が。キリキリあなたはでかいんですよ。でかいです。そしてクッキーモンスターが大好きで、まあ、ヒルさんいかがでしょう。ミーもハグしてほしいです。ミーって呼んでる、ミーって呼んでる。いけず。わあ、よかったよ。やったじゃん、かわいい。ちょっとほんのりクッキーの香りが、本当ですか、はい、しますね。さっき食べてきちゃいましたかね。食べてたんでしょうね、さっきまで。かわいい。ありがとうございます。それではですね、せっかくですので、この展覧会を楽しみにしている皆様に、ガンブレルヤ、そして紅生姜の、皆様からメッセージをいただきたいと思います。ではまずガンブレルヤのお二人、お願いします。はい、すごく魅力的な場所ですので、で自分がこうセサミストリートを知ってるつもりでも全然知らなかったなっていう、もうすごいいろんな情報が詰まってる場所なので、あとグッズも可愛いですしね、ぜひ皆さん行ってもらいたいです、セサミストリート店。そして幼い頃のね、うん、記憶をこう蘇らして、いろんなセサミストリートの思い出をかみしめながら回っていただきたいなと思います。ありがとうございます。では紅生姜のお二人からもお願いします。はい、本当ね、お子さんもその お母さん世代の方も本当懐かしい気持ちになれますし、その知らない情報ばっかり、知らない情報もあるので、本当楽しめるすごい素敵な展覧会だと思いますので、ぜひ皆さん来てください。はい、いや本当に今日こうやって喉もね、ずっともう咳も顔も絡んで本当に申し訳ない状態ですけど、でもすごくやっぱ見てもらったお母ちゃんもずっと慰めてくれてる、優しい、背中を叩いていただいて、優しい。本当に正直こっち来るだけで、回ってるだけでもうニヤニヤしてニヤニヤして止まらなかったので、もうすごく誰でも楽しい気持ちになれる、そんな場所ですので、一日おってほしいなと思います。本当に本当ですか。それぐらいの、しっかり読んだらそれぐらいの魅力というか情報がいっぱいありますので、ぜひ来てほしいなと思います。もうちょいです。ありがとうございました。